運の十座仮面紳士深夜の歩道に響く銃声疎開の夜は痛くふけていたホテルマルシャンの表玄関が開いて一人の肩幅の広い東洋人の紳士が悠然と姿を現した 容人お車はどうなさいましたのでしょう今夜はまだお迎えが来ていませんですがとホタルのボーイがびっくりして羊体人の顔を仰いだああ車のことかね車は今夜家内が乗っていったのだわしはその辺までぶらぶら歩いていくことにしようボーイを退けてかの紳士は気軽に玄関の階段を降りていった このヨタイジンというのはこのホテルでは割合新しい客だったが大変金をまく紳士なのでホテルでは指折りのお得意様であった何でもヨタイジンは年額数万ドルの商売をしている貿易商としてボーイたちにまでよく知られていたヨタイジンが歩道の上をコツコツと靴音を鳴らしてホテルから遠ざかっていく時ちょうどその向かい側のビルとビルとの間から り打ち帽をかぶった一人の小さな男が飛び出して背広の襟を寒そうに立てるとヨシと同じ方向に同じようなスピードで歩き出したヨタイ人は太い塔のステッキをつきながら歩道を静かに歩いていくのであったこのオフィス街は行き交いの人の顔も定かではないほどすっかり暗くなっていたやがて 火星橋の欄干が見えるところまで来た時突然闇をつんざく続けさまの忠誠おお<ー>とうなったのはほかならぬよしだったステッキが歩道の上をカラカラと音を立てて転がったその時死の両手は我と我が腹部をしっかり押さえつけていたが そのうちに死の局が弓なりに突っ張ると見る間もなくまるで俵でも転がすようにどっとその場に転倒したああ誰だ。よしは苦しそうな息の下から恨みのこもった言葉を吐き出したがあいにくと辺りは寝静まった大きなビルの壁ばかりであって。 通行人とてない。その時道の反対の側から小さな人影がらのように倒れた吉野そばへ駆け寄った街路灯がその忍び寄った子男の全身をほんのわずかの時間照らしたその男は鳥打ち棒をぶかにかぶり右手にピストルをしっかり握りしめていた例の男である よしが歩いていた道と反対側の道を取ってひそかによしをつけていた黒い二人の体がしばらく街路樹の下でもつれていたが間もなくそのうちの一人がパッと飛びのいた同時に「ダダーンダダーン」と二三発の銃声が起こった「おお<ー>」とまた別なうめき声が聞こえた。 そして鈍い音を立てて歩道の上に人の体がぶつかったなぜあのように射撃のやり直しが起こったのかザマを見やがれ。どっちの声だかが相手をあざ笑ったあいにくそこは街路灯がプラタナスの並木に遮られて真っ暗でどっちがどっちだかはっきりしない

っしぐらに反対側の路地へ逃げ込んだ警官たちは歩道の上に倒れている男のそばへ近寄ったそしてすぐさま手を取り脈を見たがやがてはじかれたように互いの顔を見合わせた「ああ、こいつはもうダメだ事切れている」お「おお見事な射撃だ心臓の真ん中を射抜いている」 二人の警官は気持ち悪そうにそのまま手を引っ込めてしまった深夜突如として起こった歩道の上の殺人事件だ闇の中に群立するビルディングは血生臭い殺人現場を見下ろしてクックと笑っているように思われた疑問のしかばね プラタナスの木陰に横たわっている1個の屍を中に挟んで2人の警官は辺りに火のような警戒の目を配って時計の歩みを待っていた残された屍は1つそして加害者はどこに潜んでいるのか影さえなかったしばらくして1人の警官が言ったおい この男はさっき街灯のほかげに見た犯人らしい男によく似ているじゃないかおお僕もさっきからそんな気がしていたひょっとすると同じ仲間の相内というやつかもしれないどうも変だ犯人のやつどこへ逃げたのだろうか2人の警官がいぶかるのも道りであった 歩道の上に倒れている男というのは体が小柄でそして取り打ち棒を目深にかぶかにっていたのである。それでは最初にピストルで撃たれたのはよしではないのか妙なことが起こったもちろん警官隊は深い事情を知るよしもないが初めからこの事件の一部始終を見ていたものがあるときっと狐に鼻をつままれたような感じを持つことだろう 確かにヨシは弾に当たって死ぬようなうめき声を出しそして加害者のことを呪ったぐらいだから彼は相当の重傷を受けたはずであるしかるに目の当たりに転がってだんだん体温の冷え切ってゆきつつあるのは初めに向かいの通りからピストルを乱射したはずの鳥打ち帽の男ではないかいつの間にか全てがあべこべにあった きみょうななぞをどうといたらいいのであろうきゅうをつげるよびこのくえがあっちからもこっちからもピーピーとなりだした深夜のほどうのうえにはあわただしいくつおとがだんだんとそのかずをましていったビルディングぐんはこのねぼけめをこすりながらかけだしてゆくひとたちをみおろしてあらのなかでクックとわらっているようであった。 おや,やっぱりそうか見たまえこの死んでいる男は唇に紅を塗っているぜほらこのとおりだそう言って一人の警官が指先に死体の唇から拭き取った赤い口紅を同僚の鼻先に差しつけたえっ口紅を塗っているってこの男がかね それはおかしい。よく調べてみようじゃないか。二人の警官はまた鹿俣のそばに近寄った。言い合わせたように、二人は死んだ男の被っている鳥打ち棒に手をかけて取り抜けた。ああ、男だとばかり思っていたのに、これは女じゃないか。おお、女だ。しかも若い女だ。 男装の女だの一体どうしたってわけだ警官たちは事の意外につなぐべき言葉もなく目と目とを見あわせたそのころ警官隊を満載した自動車がサイレンをけたたましく鳴らしながらじを曲がってこっちに近づいていた非常警戒網はもう十二分に付近一帯にしかれたのであった いいよいよ総幹部の首脳たちの隣県だ遺棄された断層の女の屍を巡っていかなる捜査方針が決まるのであろうか時刻はそれとちょうど同じ頃場所はこの殺人現場から23丁離れたある膨大な木造の倉庫の中のことであったこの倉庫はよほど年代がたっているらしく 柱は傾き板塀には隙間ができトタン板で拭いた屋根はところどころぽっかり穴が開いていたその穴から空に瞬く星が見えるというすさまじい荒れ方だった床の上にはセメントダルみたいなのが足の踏み入れ場もないくらいぎっちりと並んでおりところによっては二重三重に積み上げてあるこのセメントダルの倉庫内にほーっと と一畳の明かりが天井に向けさしていたそれは床下の地下室から漏れる光であった「えい早くやれ!」地下室から荒々しい声が聞こえる「しっと誰かが制した途端に明かりがポツッと消えたしばらくすると 2メートル四方ぐらいの床板が床の上へ静かに持ち上がってきただ誰だ怒号とともに床板の下から2畳の懐中電灯がセメントダルの列をさっと照らした床板を担ぎ上げたたくましい2人の男が地下室の上の何かの物音を聞きとがめてスイカを試みたのであったなんだ 誰もいないいななじゃっ、ッ嫌にびくついているからこんなことになるんだ笑い事じゃないそれきり床板は元のように閉ざされ倉庫の中は元の暗闇に立ち返った地下,室の実験地下室の中では 奇怪ないが広がっていたなんだかわけのわからない大きな針金の輪が掘り下げた土の壁に面して置かれてあったその針金の輪は大人がくぐれるほど大きかったその輪の前へ受信機の5倍ほどの機械が据えつけられてあって義しらしい東洋人が受話器を耳にかけてしきりにダイヤルを回していた。 その技師の手元をじっと見つめているのは五六人の男と一人の女だった男の中の1人はでっぷりと太ったあから顔の西洋人だったそのそばにはひどく引き眉毛をしワニのように口紅を引いた妖艶なシナミ人が年俸らしく片手を自分の腰に上げてスパスパとタバコをふかしているおい 早くやくらないか。西洋人が流ちょうな信号で威嚇的な言葉を吐いた機械の前へ座っている技師の手がブルブルと震えるいくらごまかそうとしたって俺には何もかも分かっているのだぞ早くはがって結果をしゃべるんだ西洋人はおっかぶせて技師をどう喝した するとそばにいた人相の悪い手下らしい青年が「ねえジョン親分このリー議士にいくらかの札束をおやりになった方が早道ですよ」と注言した「ヒと、ト黙ってろ」とジョン親分がげんかに叱り飛ばした「札束よりはもっと効くものがあるんだ」 そいつをくれてやろうと思ってはいるんだが、少し気の毒での。もっと聞くもので本人に気の毒だとおっしゃるのは？とちんとは目をパチクリして聞き返した。ははははは。ジョンは薄気味悪い笑い方をして腰をひねると、上着の下から。 1一本のガラス製の試験管を取り出したその試験管の中には羽が尻尾のように美しい1匹のカブトムシが入っていたその虫の持っている長い2本のひげがブルブルと震えていた「こいつはボルネオ産の猛毒を持ったカブトムシだこいつを首筋にちょっとはわせると」 噛みつかれたしゅんかんほんのちょっぴりいたいと思っただけであとはいたみがわからないてえやつだつまりはじめかみつかれていたいと思ったしゅんかんにどくがぜんしんにまわってしんでしまうのだからな。 これをつつしんで李ー先生のくびすじにはわせることにしようかそれとももうすこしまつことにしようかと。じつはけさからそれをしきりとかんがえていたところだったよ。はっ、あ、はあはあ、ジョン親分は 鬼畜のように歯をむき出して大笑いをするとリーギ氏をぐっとにらみつけたリーギ氏はさっと顔色を変え席から立って後ずさりした彼の目は試験管の中に黒い拙速を動かしている猛毒カブトムシにくぎづけになっていた「どうじゃこれが嫌なら」 早く測って結果をしゃべるがいいぞジョン親分はわざと試験管を振ってみせた缶の中のカブトムシが怒りを帯びて黒い羽をパッと広げた「ら乱暴なことはよしてください」と義志はかろうじて叫んだ じゃあ早く測ってしゃべりたまえいやむをえません余体人にはすまないが大事な測定結果をしゃべりますしかしただいまの測定結果一つで金塊のありかはわかるわけではありませんよ今日までに100回近く測った結果を全部寄せ集めてみなければ金塊のありかはわからないのです それを誤解しないい。でくださいそんなことは分かっているジョン・親分は叱るように言ったじゃあただいまたった1回の測定結果をお知りになっても無駄なことじゃありませんかこれまでの100回近くの結果は私は持っていないのですからね 用が持っているというんだろうなあに俺は大して欲張らない。今のところお前に1回分の測定結果をしゃべってもらいさえすればいいんだ。そうですか。と言ったが李ー師の顔に突然疑いの色が浮かび出た。 その疑いの色は次の瞬間一変して恐怖の色と変じたああ恐ろしいことだわわかりましたあなた方はきっと妖退人からも大切な測定結果を奪ったに違いありませんねえ当たったでしょうああ気の毒な妖退人 あ,あよくわかるたいじんはもうこのよにいきてはおいでにならんのだろうりんぎしはちからつきたようにいすのうえへドンとからだをなげかけたそしてかおにてをあててわーわーなきでしたなぐのをやめろ すぐにその機械を使って最後の測定を済ませればよしさもない時はお前の命は5分以内にもらったぞその恐ろしい予告を聞くとリー議はバネ仕掛けの人形のようにぴょんと飛び起きたそして諦めたように機械の前へ座ると 東へ3.8北へ6.5と機械の示す数字を読み出したこの地下室の機械こそ地底の近海を探し求めるための貴重な機械であったのだ羊体人が大変な犠牲を払ってここへ据え付けた機械だったのである 金鉱脈の所在ねえジョン親分リノを言った通り今の結果はこの地図の上へ書き入れましたがこれだけじゃまだ近海はどこにあるのかさっぱり分かりませんぜやっぱりヨシの持っている測定結果がないとまるっきり見当がつきませんチントは地図の上にしきりに印をつけながらジョンの顔を見上げた。 ふん、やっぱりダメかさてもうそろそろ壁法の組の者が帰ってくるはずだがあいつたちはどうしただろうなそう言っている時後ろでえへんとせき払いの声が聞こえたあら羊体人よ ジョンの目かけのコールンが叫んだ。ジョンをはじめ荒くれ男たちはびっくりして一斉に後ろを振り向いた。ああ、ヨー対人だ、生きているヨー対人だ。そこには意外にもヨー対人が階段を降りたところににやにや笑いながらつたっ,っていた。ヨー対人はもうとっくの昔に死んだものと思われていた。 壁砲ときたら女ながらピストルを握っては仲間のうちに及ぶものもないほどの名射撃手だっただから壁砲がこれまでに失敗したことはただの一度もなかったその夜余体人の鬼頭を襲って引き金を引けば無論一発のもとに彼は倒れたことと思われたのに今せき払いとともに彼らの後ろにのっそりと現れたものだから意外も意外 一度は幽霊を見たような不気味さに襲われたもちろん与体人は確かに壁砲の射撃に当たって一度は歩道の上に倒れたのであるしかし彼は死んだのではなかった壁砲の放った弾は与体人の胴中に確かに命中したことはしたが上着の下に仕込んでいた強靭な防弾衣が弾の侵入を食い止めたのであった ああ、こんばんは一体どうしたというわけですか皆さんは私の顔を見てなぜそんなに驚くのです一同はしばし応答もなく言葉をのんだ息の詰まるような重苦しい気分が地下室の中をいっぱいに包んだそのうちに第一番に声をかけたのはジョンのめかけのコーレンだった あら、余さんあなたは今夜碧峰にお会いにならないジョンがそれを遮るようにとんと足を踏み鳴らした彼の顔は少なからぬロウの色が浮かんでいたさあ会わなかったようですね別段名乗りをかけられませんでしたのでね羊体人はどこまでも紳士的に丁寧な言葉を使った。 しかしジョンにとってはイジ人の穏やかな言葉が胸をくりぐりとえぐった「別段名乗りかけられなかったからというようでは壁砲のやつ生まれて初めてピストルの手元がくるったから」ジョンの体に火のようないら立たしさが燃えついたイジ人は ちらりと視線をジョンの苦悶に満ちた面下に注いだだけで何事にも無頓着のような表情で至極穏やかな調子を取り続けていたがこの時口を開いて「ああ私はすっかり忘れていましたがちょっとご挨拶を申し上げてはなりません」「今夜はこのように大変遅い時刻にも関わりませず」 私が大秘密にしてありますこの実験室へ皆さんお揃いでおいでくださって何とも光栄に存じます。おい李ギ氏、君はこの珍客のご入来に対して十分おもてなしをしたがね、何かお客様に失礼な振る舞いなどしなかっただろうね。ジョンをはじめ、この地下室へ暴力をもって侵入した手合いたちは、 尤体人の言葉に思わずぎくりとした「そのことですよ尤体人」と切り立ったのはさっきからすっかりいじめつけられていた李魏氏だったここの人たちは私が嫌だというのに無理やりに秘密の炭鉱機会をかけるようにとみんなして私を脅かしたのです甘つさえちょんと来たら 試験管の中に」<laughs> と言おうとした時ジョンは極度にロウの色を表したそして何を気迷ったか隠し持ったるピストルを右手に取り直すと幼体人の胸にさっと突きつけた「ジタバタするな幼体人壁法に代わって」。 俺はお前の懐にある近郊の測量地図をこっちへもらわねばならないのだ。嫌だと言えば一発のもとにお前の命はないぞ。羊体人は別段驚いたふうもなく素直に両手を挙げた。 あの測量地図がほしいのなら正直にほしいといえば大事な命を失うこともなかったんだいやそれはほかの人に言う言葉でしたよそこでヨウタ人は自分の胸を指さし地図がいるなら内ポケットにあるから遠慮なくおどりなさいあっタ人 その地図を彼らに渡すなんてそそんな李義氏が飛び出そうとするのをちんとが原稿を固めて殴り倒した李は「うーん」と言ったきり板のように伸びてしまったそれでも妖体人はただニコニコ笑っていたこの有様を見て片隅から一人で首をかしげている。 なぜか楊太夫人は大事な地図をむざむざとジョンに渡してしまった領事館の楊太夫人の大変素直な態度にジョン一味の荒くれ男もちょっと不思議な感に打たれたおいちんと。 早くポケットの中から地図を引っ張り出せジョンはなおも油断なくピストルの銃口をヨウタイジンの胸にかざして命令を発したチントは少し気味悪く感じながらもこの獲物を急いでヨウタイジンのポケットから奪ったヨウタイジンは平然として立っていた問題の地図はその場で広げられたそれは2枚の図から成り立っている 下の一枚は疎開を中心とする普通の地図であったその上へ重ねてあったもう一枚は非常に透き通ったベラベラの紙でその上にたくさんの直線が交錯して書かれてありその直線のうちにはいちいち数字が記入してあったこれはなんだ？ジョンは2枚の測量地図を与太人の鼻先に突きつけた。 それによって金鉱脈の位置が出てくるのです。今夜測量した値を入れて、あと三本の線を引けば、それで金鉱脈の位置が出ます。ちょっとペンを貸してください。妖体人は両手を下へ下ろすと、何の悪びれたところもなく、ちんとに採測して万年筆を借り受け、透き通った紙の上へ新しく三本線を引いた。さあ、できました。 あとは地図の上にこの紙をこう重ね合わせてこれでいいです。陽体人は2枚の大きな紙を合わせ指先で紙面を幾度もなでていたがあこれは大変なところだマルコ総領事館の北の塀のところから庭園にかけての一帯だと出てきましたよ。 国総領事館のながらとこいつは大変やっかいだいくらジョンさんの力をもってしてもどうにもなりますまい何わが総領事館の庭園の下に金鉱脈があるというのかおうそいつはちょっと面倒だ ジョンは欲にかけてはしたたか者だったのでここで思わず本気になってうなり声を上げたそれを見ると羊体人はここぞという顔つきになって「ねえジョンさん私はこの大金儲けを自分一人で独占しようなどとそんな欲張ったことを考えたことはないのですよ改めて私はあなた方に提案します」 総領事館の金鉱脈は私とあなた方だけの力でものにしようじゃありませんか多少日数はかかるかもしれないが絶対に他人の手は借りないことにしましょう利益は山分けとしましょうどうです不服ですか総領事館の庭園を掘り返すなんてそんなことは。 これにも不可能のことだ。いやジョンさん、一ついい方法があるんですよ。領事館の隣にあるこの空き家を買い取って、その空き家の床下を掘るんです。相当の深さになったところで、今度は横に掘っていって、総領事館の庭園の下に達するというのはいかがです？ ただし相当深くやらないとここにある大きな池をこわしてしまう。と妖怪人は総領事館の庭園にある大きな池を指さしたジョンの心は動いたおお分かったではもうけはおまえと山分けということにして。 早速明日から始めよう楊太人とジョンとの間ににわかに和議ができてマルコク総領事館の隣の空き家の床下から掘り始める工事は早速その翌日から始められた楊太人の側は彼とリー議士の2人きりだったジョンの側は総勢42名の総参加であった それでも初めのうちはジョンとしてはヨウタイ人の行動を監視の目で見守らないわけにはいかなかっただがヨウタイ人はいつも先頭に立って穴掘り作業をやったそう熱心に先頭になって掘っているところを見るとジョンとしては本当に金甲脈が出てくるあてがあるのでヨウタイ人は気が気でないんだと思わずにいられなかった 作業は極めて手際よく進行しただがジョンにとって心がかりなことが一つ日に日に大きく強くなってくるのであったそれはこの穴掘り作業がかなりもう総領事館の庭園の真下にまで伸びているのにいつまでたっても金鉱脈らしいものが現れないことだったけれども人は、 いつも先頭に立って熱心に掘り続けていた李魏師も彼に劣らず熱心に改作機を操ったある日李魏氏はもう少しで開削機に巻き込まれようとして人がこれを機械から引き離して助けた。その時李魏氏は脳貧血を起こすし王太人は親指を半分ほど機械に食い取られてしまった。 医師はその翌日から仕事を休んでしまったそれに引き換え楊太夫人は指先に包帯を巻いたままちゃんと早朝から仕事に出てきたジョンはこれを見てようやく楊太夫人が本当に金甲脈の発見に身も魂も打ち込んでいることを信ずるようになったところがチンとやコーレンの方はそこまで感じていなかった ねえお前さん、陽太人はこの奥を掘ればきっと金鉱脈にぶつかるなんて言うけれどありゃ大でたらめだよ出るものなら今頃までに一かけらでも出てこなければならないじゃないかお前さんは欲にくらんでありもしない金鉱脈の夢を見ているんだわこうれんの言葉をジョンはげんかに叱り飛ばしたチントはまたチントで ねえ、ジョン親分妖怪人のやつは何かたくらんでいるんですよことにあいつは仲間の碧邦を殺したやつじゃありませんか油断はなりませんよと中元したジョンはこれも原価に叱りつけたその日の妖怪人の熱心な仕事ぶりといったらなかった彼はリー議士と2人分を働くのだといって 皆が食事に行く間も彼ばかりは休むことなくポケットからパンをちぎって口に頬張りつつ改作機を動かし続けた意外な金甲脈そうこうしているうちにその日の夕方近く時刻は午後4時であったろう突然 大人がそっとした大勢が寄って彼の頭から水をぶっかけたのでやっと気がついたいやもう大丈夫です2人前の仕事をしようと思って今日は持ってきたこの弁当も使わないで今後詰めてやったのがいけないのでしょう弁当を食べればすぐ元気を取り直しますよ 羊体人はそう言って作り笑いをしてみせた羊体人は後ろへ下がって弁当を使うことになった大勢のジョンの手下は羊体人がひょろひょろと穴の出口の方に行くひどく哀れな姿を見送って指をさして嘲笑ったあいつもいいかげん寄せばいいのにいくら金甲脈を早く掘り出してみたって。 結局うちの親分が分け前などをくれる人なものがへっ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 へ穴の一番奥では羊体人に代わってチントが部署につき機械を動かしたジョンはこのそばに近づいてチントに声をかけようとした時足にポンと触ったものがあったそれは黒い布包みであったいやああ これはようさんの弁当箱だ先生あまり腹が減って弁当をここへ忘れていったら今に「ああ」言いながら取りに戻ってくるだろうあたしが持っていってやろうかこうれんがいきなり声をかけたいや あいつがわるいからおこったことだわざわざとどけるにはおよばないよこっちへかぜおれがしっけいしてたべてやるからジョンはそのくろいつつみをてにとりあげたそのべんとうばこはなにがはいっているのかふつうのべんとうばこよりも10ばいちかくずっしりとおもかった。 おや、こいつは変だジョンはその弁当箱と思った包みを急いで解いてみたすると中には真っ黒な箱が入っていてその上には「ジョン一味よ地獄に行け」と書いてあったその時箱の中から時計のゼンマイの音らしいものがコツコツ と金属的な響きを立てているのがジョンの耳底に感じた。これは大変だ。みんな急いで穴から外へ飛び出せ。とジョンが黒い箱を放り出すと、真っ先に立って作業場を捨てて穴の中を駆け出した。しかし、この時はすでに遅かったのだ。 黒い箱は百来が一時に落ちるようなものすごい音を立てて爆発した続いて誰が仕掛けていったのか穴の奥に積んであったダイナマイトに火が移り火と煙と土と地との地獄のような光景が展開されていったと同時に激しい泥流が逃げ延びようとするジョン一味の後から追いかけていって ただ人のみに飲んでしまったジョン一味は声を立てる暇もなくその場に生き埋めになってしまったこの大霊流は土が崩れると総領事館の大きな池の底が抜けおびたらしい池の水がとっと穴の中に流れ込んだためであったそれはすべて羊体人の作戦どおりであった 佳大臣はその翌日から李義士を連れて例の金庫の地下室に悠々と姿を現した李義士もう邪魔者は一人もいなくなったから今日からまたゆっくり仕事にかかろうじゃないかしばらくたまった録音を蓄音機にかけてみたまえはい承知しました やつらはついにこいつに気が付かなかったですねリー議士は例の機械の腹を分けて何枚かのレコードを取り出したそしてそれを蓄音機にかけたすると早口にしゃべる西洋人の声が飛び出したそれは疎開内のある重要な政治機関の最高幹部室における秘密会議がすっかり録音されていた その「秘密会議が相場を左右していたのである陽太神の金鉱脈」というのは実にこのようなものであった「秘密会議」の模様を録音しておいて相場の変動をあらかじめ知り陽太神はいつも素晴らしい金儲けをしていたのである炭鉱機械と見えたのは実は 例の政治機関につながる盗聴用の受信機だったというわけである2枚の地図は万一の場合のごまかし手段として用意しておいたものにほかならない。